ミーユを乗せたカナバの輸送艦アウド村は補給のためニューホンコンに寄港した。しばしの休息を取ることになったカミーユだったが、それも束の間のことであった。所属不明の巨大モビルアーマーが香港シティ上空に出現したとの知らせを受け、カミーユは休息を打ち切り、ガンダムマーク2で出撃するのだった。香港か、美しい街だ。コロニーとは全然違うな。カミーユ、気を抜くな。市街地の方で何かあったみたいだ。何があったんです？なんだこの感じは。カミーユも感じていたか。マーク2は出せるか？出せます。僕が先に様子を見てきます。どこだ？出てこい、ガンダムマーク2。こんな都会で、なんだ。何？ガンダムマーク2か。なんだこの感じは。何？ビームのバリアがあるのか。こんなものか、ガンダムマーク2。なんてマシンだ。あんな巨大なものが歩けるのか。貴様、人間か。無差別攻撃をするとは。敵が私に指図するのか。通常の攻撃では巨大な敵に対して効果的にダメージを与えることができません。巨大な敵は特定のタイミングで隙が生まれます。隙が生まれるとこのマークが表示されます。このマークが表示されている時がアタックチャンスです。アタックチャンスに攻撃を当てることにより効果的にダメージを与えることができます。特にスマッシュ攻撃が有効です。実際に当ててみましょう。スマッシュ攻撃を当てることで巨大な敵をダウンさせることができます。巨大な敵をダウンさせることでアタックチャンスがさらに続くことになります。
やめろ。指図するなと言っている。待てよ。こいつ、どこでやっても戦える。なんだってこんなところで。人形のくせに。君も感じたのか、あの感覚を。はい。ならば君は空へ戻るんだ。君が敵と感じ合うあのセンスを持っているのならば、君こそエウーゴのためのいいパイロットになれるだろう。何よりも空にいれば地球のことがよりよく見えるようになる。アムロさん、急にどうしたんです？僕の二の舞だけは踏むんじゃない。重力というやつは本当に人間の心を地の底に引き込む力があるようだ。